ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服、子ども用品、そして制服のリユース&アウトレットのお店ママズマート那覇新都心ストア、以上各社の提供でお届けします。気持ちはね、あなたの花咲く合図なの。どんなあなたも許してさ、次のステージ行きましょう。おはようございます。みぎゅー、今週も始まりました、ママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラーの堀えりみです。はい、今日ね、すいませんね、スタートの時にいきなりね、大きな音楽で始まってしまってびっくりされた方もいらっしゃると思うんですが、ね、失礼しました。はい、今日の撮り直していきたいと思います。今日ね、この FM ギノワンのスタジオはすごいね、見晴らしのいい場所なんですね。このね、急なのこの、伊佐の方から、54号線のね、この伊佐の方からこう急なの方に上がってきて、普天間向けに行くと左側の方にある建物なんですけれども、高台になってね、こう見晴らしがすごくいい。普天間のこちらなんだ、飛行場じゃなくてもう一つの、基地の方のね、こうこのフェンス沿いの方に本当ギリギリのところにあって、この FM ギノワンのこの窓の外はもうね、基地のがまだ広がってるんですね。もう返還されてるのかな、ここは。軍属のね、住宅がたくさん立ち並んでいるところなんですが、今はもうね、住んでる人はいなくて、解体作業とかねが進んでいるみたいです。この跡地はね、なんかこちらはなんか西普天間地区とかと呼ばれてるみたいなんですが、返還された後の、ね、計画も、ね、いろいろとあるみたいで、どんな風に、ね、また、ね、利用されるのかなっていうのが楽しみですね。で、本当にこのスタジオの方から見ると、この基地が目の前にありますよね。で、その先の方には、こうね、左側は伊佐の、ね、この海で、右側の方が茶壇の方の海が、ね、広がっているんですけど、ハンビーの方も見えますね。この、観覧車とかね、アメリカンビレッジとかね、その辺まで見渡すことができて、本当にパノラマ写真を見ているような感じの、景色が広がってますね。で、今日また晴れてるので海も綺麗で、で、窓を開けるとすごい涼しい風が入ってくる感じですね。ただ日差しは強いので、まあ外で今日もね、お仕事される方、ね、いいお天気で気持ちはいいんですけれども、暑さ対策ね、気をつけてください。日焼けもそうですし、また熱中症とかね、心配なので、水分補給をしっかりとね、しながら、で、休憩もね、適度に取りながら、もう無理せずね、頑張ってくださいね。こちらからもね、工事してるね、方たちがね、見えるんですけれどもね、頑張ってくださいね。で、あとですね、外で働く方だけではなくって、やっぱりね、こう毎日気温が高いと、家の中でね、過ごしている、特に運動しているとかではなくっても、やっぱりね、こう水分ね、こう足りなくて熱中症気味になるようなので、喉が渇く前に水分補給をするっていうのが大切なようですね。喉が渇く前に水分補給、だいたい1時間にね、200ミリずつぐらい飲むといいとか言われてますが、そしてまたね、運動される方は、運動してからではなくて、運動する前に水分補給もしてから運動、そして運動中も適度に取りながらね、っていう感じがいいそうです。はい、気をつけましょうね。はい、ではですね、今日もママ徳元気ラジオ、元気よくいきたいんですけれども、この番組はママはもちろん、ママじゃなくても心も体もお財布も、聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。
おすすめの情報やお得な情報、あなたの近況、最近の良かったこと、嬉しかったこと、また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。でサイマルラジオもやってますよ。でスマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ラジオの聞けない地域のお友達にも教えてあげてくださいね。そうそう、ツイキャスもやってますね。はい、では元気よくいきましょう。ママとく元気ラジオ、今日はですね、もうねこう画面見れる方は分かると思うんですけども、あのゲストさんねもいらっしゃらないですし、まあ今日1週目ですね、1週目なのでアシスタントママもいないので、私堀江里美ね、チャイルドカウンセラー、そして褒め合いのマスタートレーナーもしてますね。堀江里美の方がいろいろとね思いつくままいろいろ話をしていきたいと思います。でね、このメッセージ募集のところであなたの近況、良かったこと、最近の良かったことも嬉しかったこととかお知らせね、こうメッセージくださいってね募集してるんですけども、人ってねなんか毎日なんかこういろんなやることたくさんありますよ、一日の中でね。特にママってなんかね、まあ働きに出てても働きに出てなくて、うちでねいろいろとこう専業主婦としてねやってる方でも、ママほど忙しい人はいないんじゃないのっていう感じがしますね。なんかね芸能人も忙しくて寝る暇もないとかってねよく聞いたりしますが、ママってなんか本当に、ね、分刻むみっていうか、やろうと思ったらもう仕事たくさんありすぎてすごいね、なんか一日でやることたくさんありますよね。自分のことだけじゃなくって、自分のことだけっていうかね、自分のことはほとんどあんまりねもうちょっと置いといて、周りの人のためにやることがいっぱい、ね、子供のためのなんか準備だとか、こうお話したくとかね、ご主人のためだとか、あとね沖縄でね、こう生まれ育ててる方はもちろんこのねお父さんお母さんね、ご両親とかもね、まあ沖縄にいらっしゃったらこの娘としていろいろやったりとかね、いろんなことをもう一人で掛け持ちしてやってるかと思うんですが、本当まさに本当に分刻みの忙しいスケジュールねだと思います。でそんな中でまあ日々のね毎日もう本当にこうあっという間にこうね一日が過ぎていっちゃって、はあ疲れたってね、本当にねバタンキューってね感じでね、眠りにつく方も多いかと思うんですけれども、そんな中でねなんかね毎日毎日同じことの繰り返しとか、毎日忙しくパタパタして何してるかわからないとかねいう感じになりがちかもしれないんですが、その時にふっとね、最近の良かったこと、嬉しかったこと、ね、どんなことがありましたかってね質問すると、人ってねやっぱり質問されるとね、そこをやっぱりこう考えますよね、まあ、フォーカスする、そこに焦点当てて考えてみる、何かあったかしらって考えますよね。そういえば最近何かいいことあったかな、嬉しいことってあったかなって考えると、で何にも考えずにさーっとやってしまうと何があったかもわからない、ただ忙しいだけみたいな、モヤモヤ募るって感じなんですけれども、何かいいことあったかなって考えるとね、同じ日常の繰り返しのような中にもちょっとしたね嬉しいこととか、ね、ラッキーなことあったよねってね思い浮かぶんですね。考えると浮かぶんです。そこでなんかねこうもう本当にとってもねすごいことじゃなくてもいいんですよ。ちっちゃなことね、なんか道端で可愛い花が咲いてるのを見つけたとかね、可愛かったな、ラッキーだったなとか、子供がねなんかお弁当食べてなんか美味しかったよ、ママ美味しかったよって言ってくれたとかね、本当にほんの小さなことでもいいんですけれども、それを良かったなとかってね思えるとかね、嬉しかったなってね思い返す、そんなことだけでもすごくねあいいことあったよねってね、そういう小さな積み重ねでね一日本当にね疲れたけど楽しかったなとかね、疲れたけど充実してるよねとかってね満足が得られたりするんですね。なのでこの番組でもそういうねメッセージ募集しています。人って
でなんか自分のことじゃないんだけど人の嬉しい話とかよかったっていう話を聞くだけでもなんかやっぱ嬉しくなるんですね。だからあなたの、ね、ラジオを聞くのあなたのよかったこととか嬉しかったこととかをね、こうメッセージでお寄せくださるとそれをまたねラジオで読み上げて聞いた方もまたね、なんだか嬉しくなるとかね、あ、私もわかるわかるあるあるとかね、うん、あ、そうなんだって人のねいいこと聞きながら自分まで嬉しくなっちゃう、ね、なのであなたのねよかったこと嬉しかったことをみんなにねシェアしてあげてください。メッセージお待ちしています。改めましてメッセージね、メールアドレスの方が 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお寄せください。お待ちしてます。あとねなんかねお出かけの時にこんなところ行ってきたよとかねこんな場所子供連れでも安心で行けますよとかっていうねところありましたら教えてください。はい、では今日ねちょっとねお話ししたいなと思って思い浮かんでたことっていうかね今日の朝の出来事なんですけれども火曜日の朝ってね本当にね毎回毎回ギリギリセーフみたいな感じでねこう FM ギノワのスタジオに滑り込んでる感じなんですが今日はちょっとね20分ぐらい、他の人に比べたらね遅い感じかもしれないんですが今日はもう放送の20分前にはスタジオの方ね入ることができてゆったりとね放送の時間を迎えることができたんですがそれもねやっぱりねこう、朝のパターンちょっと変えてみたんですね。準備のパターンをねで順番を変えていく、ね、ちょっとしたかこの変えただけなんですが結局こうね他のこの家族との時間のこの配分もうまくこういってね待ち時間が減ってそれぞれがスムーズにいってでまた幸いにね今日はね子どもたちもみんな自分で、ね、東北ね具志川高校のこう行く高校生も汗だくになりながらね自転車で多分行ったと思うんですけれどもゆとりを持ってそれぞれが準備できてゆとりを持って行くことができてでそんな感じで朝過ごしたんですがでその中でも今日余裕って思ってたんですが片付けしてる時に朝のねご飯の片付けしてる時にグラスね手に持ってるグラスなんかちょっとねこのグラスを置く時にちょっと躊躇したんですが案の定ねちょっと躊躇した時のこのグラス変な置き方してガッシャーンってね落として割っちゃったんですね。でその時に、やっちゃったってねやっぱりもうねグラス割っちゃったやっちゃったみたいな感じで思ったんですけどもその音を聞いてうちのね息子が、高校2年生の男の子なんですが第一声、ね、声をかけてくれた言葉がどんまーいって、ね、どんまーいってそれってねなんかすごくねあ成長してるな嬉しいなと思いましたね。人ってやっぱりねなんかこう失敗した時にどんな第一声をもらうかでねその後のねこの気持ちっていうのがねやっぱり全然違うんですね。なんか失敗しちゃって自分で失敗したって感じた時にはやっぱりああってなんか反省したり落ち込んだりねなんかこうやっぱりマイナスの感情がねこう自分の中に、ね、起こるんです。ああ忙しい朝なのに終わっちゃったもうとかねいろんなこうマイナスの感情がふって出てくるんですがその時に、ね、周りの人が第一声でどんな言葉がけをするかですね。うちの息子は幸いにねなんだろうああとかじゃなくってどんまーいってねポジティブな言葉すぐかけてくる気にすんなですよねかけてくれたのでなんかおお大丈夫大丈夫ってすぐね片付けに移ることができたんですがその時にもしねああとかね誰か周りで言ったとしたら本当に自分の気持ちの中でもああって思ってるものを周りからもああみたいなねマイナスのこの伝わるような言葉が来ると余計に落ち込んだりとかせっかく朝ね準備順調に進んでたのにああこれでなんかまた時間ロスしちゃうとかね次の行動までもなんかマイナスな気持ちになってしまうですよね。連鎖していったりとかね。でもその時にどんまいってポジティブな言葉をもらったことによってありがとう大丈夫だよってねですぐに片付けしてでその後の対処もできたので本当に今日ね朝からこうねゆとりを持った時間で
スタジオに入ることができたんですね。だから本当に人ってね、失敗した時に第一声でどんな言葉をかけられるか、すごい大切ですよね。っていうことで、今日もねまたねこの、あっちゃんの曲ね、この歌歌ってみましょうよ。フルでお聴きください。元気は自分で作るんだ、失礼しました。なんかね今ねツイキャスの方を開けてみたらね、あの音が重なってしまいましたね。ちょっとね、ここだったっけ。はい、これで大丈夫だと思います。たまちゃんも駆けつけてくれましたね。悲しい最後のところだけ聞きましょうか。時は泣きましょう、自分を愛してこの歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、プラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。はい、マムズマート那覇那覇新都心ストアへですね。はい、今日ね神々ですが、まあマムズマート行ったこともねある方も多いかと思うんですけれども、すごいねおすすめの商品がたくさんありますね。はい、で本当にねこうベビーちゃんからね、160センチぐらいまでの服ですかね、たくさん取り揃えていますし、服だけじゃなくってね本当にねこうベビー用品でした、子どもたちが使うものですとか靴もそうですし、ベビーカーとかいろんなものがありますね。で本当に必要なもの、もしかしたら子育てに必要なものほとんど揃ってしまうんじゃないかなと思うんですけれども、でまた子どもたちって、ね、本当にどんどん大きくなるので
もうこのね本当に期間、ね、使う期間が限られてる商品とかもね、新しいの買うのちょっともったいないなっていう方も、まあ、ムズマートでねすごい状態のいいものがたくさんありますので、ぜひね利用してください。でまたあなたがね使って本当に愛着も湧いててねっていうものも、マムズマートでまた次の方が喜んで使ってくれますので、ね、売るのも買うのもね、マムズマートの方でご相談ください、ね、行ってみてください。はい、ではね、ちょっとねあと少しね時間ありますのでお話ししたいんですけれども、そうそう明日ね、こうね、同じ仕事をしている仲間とのモアイがね月に一度やってるんですけれども、明日そのねモアイがあるんですね。でその私が今回ね幹事っていうかね、前回受け取って次の私がセッティングしないといけないんですが、ついついねこう連絡とか取るのね伸ばしていたらね、まあ、お友達からね、明日だけ明日しかねこのねみんなの都合なかなか会う日がないよ、大丈夫みたいなね気遣いのねメールが来たんですね。助かりますね、ありがとうございます。でそれで朝から急遽ねいろいろ連絡取り合ってるんですが、そこでねモアイってねこう私たちのこの仕事の仲間でもやっぱり月に1回集まってまあモアイねこのするんですけれども、まあ、ランチモアイが多いですね。でこのみんなが集まって月に1回いろんな情報交換したりだとか、まあ、たわいのない話とかでハッハッハッってね豪快に笑ってとかね過ごしてすごくリフレッシュできるし、また刺激もらえるしみたいなね、そういう素敵な時間になってるんですけども、そんなモアイね女子会って言ってもいいとか思いますけれども、ママたちも結構やってると思うんですけども、そんな風にね人が集まるときに一番最初にねこう久しぶりにこう1ヶ月に1回でも久しぶりでもいいですが、人が集まったときにも先ほどね前半で話した最近の良かったこととか嬉しかったこととかね、そういう話から始まるとすごくいいですよ。ね、みんな集まったときに最近ねなんかいいことあったとかね、どんなことがあった、ね、どんないいことがあった、楽しかったことはどんなことがあったっていうふうに振ると、やっぱり人ってフォーカスしてそれ考えて話するんですね。でこの楽しい話嬉しい話考えてる時の表情っていうのも嬉しそうな楽しそうな表情だし、それをまた人にねこうね伝える時の表情、お話しする時の表情もすごくニコニコしてて笑顔があふれてお話しするんですね。でそれをまた見ている周りの人たちもみんな自然にね笑顔があふれてきて嬉しいね、嬉しくなる。で言葉って目に見えないんですが、やっぱりねすごい温か言葉にはエネルギーね、言霊ってよく言いますがエネルギーがあって、マイナスの言葉にはやっぱりねマイナスのエネルギー、なんかね空気が重たくなる冷たいような、ね、エネルギーで、やっぱりこの温かい言葉とか嬉しい言葉、ポジティブな言葉には温かいエネルギーが入ってて、でねこの周りにもねこう温かいエネルギーを発していく。でこのだからこのポジティブな話題がいっぱい溢れてくると、この空間自体がねすごい居心地がいい空間になってくるんですね。なので、みんな集まった時に一番最初にねこのね良かったこと嬉しかったことどんなことがあったって振ってねこの話をしていくと、その後の話もねやっぱりポジティブですごいね温かい話がいっぱい溢れてきて居心地のいい時間が過ごせますので、ぜひねこう女子会とかねモアイとかでもいいですけれども、人が集まる時にはそんなね良かったこと嬉しかったこととかっていうね話から始めるのもいいですね。はい、ではあっという間のお時間ですね。あ、ここでねちょっとね学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいまね夏の無料夏の特別教室の、受付中です。で無料体験もできますし、インターネットの方で学研教室ね教室検索してみるといろいろ詳しく分かりますので、どうぞねお近くの学研教室教室検索してね見てみるのもいいですね。あと学研教室のね、先生も募集しています。学研教室の先生は女性が輝く仕事ですね、興味のある方はまずねお問い合わせください。はい、ではこの番組ママ徳元気ラジオね、またねメッセージお待ちしてますのでお寄せください。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そして褒め合いマスタートレーナーの堀江里美でした。この番組の提供はおいしい雑貨シャムス、そしてマムズマートの発信都心ストア
学研教室以上各社の提供でお届けしました。ではまた来週お会いしましょう。むぎゅー。元気は自分で作る。